トレビアさんがね、まあ、小さい頃から、今もそうでしょうけど、慣れ親しんだ、なんか、村の話、人間関係、というか、その説明よりも、なんか冒険小説の始まりの村の感じ。まあ、町の場合もあるのかな。でも大体町を目指していくんでしょ。村がスタートでしょ。物語。童話。それから民話もそうだね。それから、漫画。まあ、小説でもまあそうなるかな。まあ漫画やね、とにかく。アニメ。それからゲーム。ね。こういったものの、その話、逸話と、まあ話と、うちの部落打ち上げ話って、非常に共通性が多いでしょ。実はね、ああいうその物語なり、そのゲームなり、コミックなり、アニメなり、作りあったその作家っていうのは実はね、ブラグ民出身の先生がやたら多いね。なんか皆さんが憧れるような、そういう村の鍛冶屋とか、肉屋がみんな朗らかにお互いのことをけなしながら褒め合ったり笑ったり、とにかくギャグが多くて、あーはーはーと笑うの感じ。まさに、それ書いた先生がとか、ブラック人やからやね。ブラックってそういう、ブラックの情景ってそうなんや。中に入ったらそうなんやけど、じゃあ、よそ者が来たら、なんでやてねんってなる。それがもちろんあるわな。それは、その出発した冒険者が、途中の村でなんでうまい。で、村と村同士が、そういう対立もする。うちがあってそうな。門真から来たからだって。だけど、もともとうちはこっち出身やからね。わけあって、仁徳天皇の都である門真を応援に行ってたわけやから。で、言葉自体もね、私たちの言葉ってこんな言葉やって、この辺も。でも、大和民族の襲撃を受けたから、この辺から東はもう言葉めっちゃ変えた。ね。で、だからこの人たち、中津国の、ね、人たちっていうのはいつでもうちらの言葉に戻れるはずよ、本当は。憑依が抜けたら、憑依が近。まあそういう先祖霊かな、工夫した先祖霊が、まあ休むかなってなったら、じゃあうちの言葉とよう似てくるはずやな、本来の言葉に。いや、大きいとかは別として。あれはどこで作られた表現なのかな。あんまりこの辺の表現じゃないね、大きい。でも、まあ大阪の表現として有名やね。あまりに美しいから、やっぱり使っちゃうよね、うちはね。まあ、本当にって言うよね。いやー、本当に。いや、男の人、いや、本当に、ありがとうございます。本当にの部分だけが大きいって言うよね。女性やったら、まあ、本当にって言うよね。でも、本当って中国語やろ？ん？じゃあ、どう言ってたんかなと。まあ、おー、やったかもしれんし、おほな。わーってことでしょ？大きいって。じゃあ、いやー、本当にありがとうございます。どっちか言ったら、へーってねな。ニュアンスとしてはな。で、まあ結局、この辺も全部総部落やったから。名古屋のね、地名も部落だらけ。もちろん、本線とか部落の地名ばっかりだね、この駅名もね。駅名が部落や。駅名が部落名や。ん？で、皆さん憧れた話って、部落の話なの、全部。童話とかね、コミックとかね、アニメとかね。そして、ゲーム。風の谷の直しかなんか思いっきり部落の話でしょ。うん、宮崎家も部落出身やね。野比家も部落出身やね。あれ、柳瀬家も部落出身やね。手塚家も部落やね。まあ、部落出身の医者多いって言ってる。部落の話だったの、僕たちが書いたあの素敵な話って、部落の話。うんしまったみたい。ブラック差別しちゃったってことは皆さんが憧れた話を皆さんバカにしてるってこと。結構なゴミ分類がありますこと。